ヤクリが苦手な人って意外といるんですよね。それで、ちょくちょく連絡が来て、まあ、すごい勉強してるんだけど、点数が取れないとか、この勉強法は果たして合っているのだろうかとか、まあ、そういった質問が来るんですけど、基本的には、まあ、ヤクリに関して言うと、一つ、ブログ記事ですね、にまとめたものがあって、まあ、それを見て実践してやってもらえば、基本的には合格点には達するんですけど、まずそちらをご覧になってもらいたいんですけど、概要欄か、まあ、コメントとかに貼っときますね。で、まあ、なんで点数が取れないかっていうと、順番を間違っている人が多いですね。全部が中途半端な状態だと、なかなか点数に結びつかなくて、で、やってるのに、なんで点数取れないんだっていうことになってしまうので、まずは、勉強のやるべき順番。まあ、そこを守る必要がありますね。で、まあ、基本的には、領域があって、必須と理論と実践ですね。で、一番取りやすい領域が必須なので、必須。そして次が実践の理論ですね。なので、基本的にはまず必須問題の点数を取る勉強をするのが一番の優先順位高いことですね。なので、必須は15問あるので、まず15点を取る努力をまずすること。で、そこでもし15点を取る実力がつければ、理論が半分取れたとして7点ですよね。で、22点。で、実践も半分取れたとしたら10点ですよね。なので、その時点で22点、嘘、32点になるので、まあ、その時点で点数的には結構取れてますよね。6割以上は取れてる状態。多分、苦手だわって思ってる受験生の大半がこの32点を取れてない人が多いんじゃないかなと思います。なので、まず必須を15点取ることによって今のあなたの点数は上がります。はい。まずね。まあ、そこが順番ですね。点数取るために必要なものはもう一つしかなくて、医薬品と作用機序の1対1の、インプットですね。だけで15点は取れます。はい。基本的にはね。あとは受容体の問題とか、あと化学構造式が出てきてとか、そういった問題もあるんですけど、まあ、基本的にはそれだけで大丈夫です。はい。合格点には達します。なので、必須のね。なので、まず、医薬品と作用機序の1対1の対応。そこがまずポイントですね。まあ、すべての、参考書に書かれている医薬品の、医薬品名と作用機序を1対1で覚えることができれば、まず必須は取れます。はい。まずそこからですね。で、32点の得点取れてれば、多分苦手意識はなくなってます。はい。なくなっていて、じゃあ次どういうふうに点数取ればいいかっていうと、実践問題を点数取るための努力をすることが大切なんですが、まず苦手な方はそこだけでいいです。必須問題を15点取るための努力をまず最優先にやってみてください。その後の、例えばテクニック的なことだとか、あと、応用の問題の対応とか、そういうのは基本的にまだいいです。苦手な方。まずは、点数っていう、現実的な、リアルな数字を、皆さん自身が取ることによって自信が生まれるので、で、あ、じゃあ取れるようになった、この点数までは。
じゃあ次のステップっていう形ですね。をやっていくので、まず苦手だと思っている方は、まずそこを重点的にやってみてください。そこが、もし完璧に覚えてれば、理論も実践も点数上がってきます。必然的にね。なので、まずそこの点数を取るための勉強をしてみてください。それでは。薬剤師国家試験攻略メソッドと薬剤師国家試験攻略予備校は、無償で運営しているため、続けていくためには皆様のご協力が必要です。 YouTube のチャンネル登録と X のフォローをよろしくお願いいたします。